平野紫仕様と飛べ、東京ドーム公演に向けた舞台裏と感謝の心。こんにちは、エンターテイメントの共演が再び訪れます。元ー n g o p スの平野仕様が率いるニュームバーアイ、ナンバーアイ、所属のグループ、飛べ、が、東京ドームを舞台に繰り広げる、デューヘロース、ケラトーブファーストスーパーリブに向けて準備を進めています。 この記事では、滝沢秀明氏との特別な瞬間、メンバーたちの心意気、そしてファンに送る感謝のメッセージを覗き見ましょう。東京ドーム公演は、4つ日間で22番人を動員する大規模なイベントとなる予定。平野紫要は、めちゃくちゃ楽しみ、と満面の笑顔で語り、神宮寺優太、岸優太も、それぞれファンとの再会を楽しみにしています。 騎士はファンに向けて風邪ひいて本番当日行けなくなったなんて言われても本末転倒。皆さんも楽しむ準備をしておいてください。絶対に楽しませます。とメッセージを送りました。記事では騎士の飛べ入りからグループの結成、そして東京ドームでのスタートに至るまでの奇跡を追います。 特に注目すべきは、平野市洋が滝沢秀明社長に対して感謝の意を示す場面。すごい器が大きくて男気もある方。いい意味でもわがまま言えるというか、今までが楽しくなかったわけじゃないけど、より研ぎ澄まされたものをやれてるような気がしています、と語っています。 滝沢氏も公演に対する思いを語り、日本を代表する会場でスタートして、新たにここで活動していく、スタートを切るのが目標。この場所から、世界に向けてみんなが活躍してくれることを祈って、と抱負を語りました。さらに、女性アイドルグループのプロデュース計画についても言及し、報道陣を驚かせています。 新たなエンターテイメントの歴史がここから始まります。東京ドームで繰り広げられるトベのスーパーライブに心躍るファンたちがどれだけ感動するか楽しみにしていてください。本文、さて、舞台は東京ドームへ。元ー n g o スの平野市要を中心に構成されたヌームバーアイ、ナンバーアイ、所属の新生グループ、トベが待望の東京ドーム公演。 デゥーヘロース、ケラドーブファーストスーパーリブに向けて都内で取材会を開催しました。平野紫耀は取材会冒頭から皆さんに会久々にお会いできるのがめちゃくちゃ楽しみと語り満面の笑みを浮かべていました。神宮寺勇太も僕もファンの皆さんに会うのが楽しみ。早く皆さんの声を聞かせてほしいです。 と、ファンへの期待を口にし、岸優太は今のうちから皆さんにも準備しておいてほしい。風邪ひいて本番当日行けなくなったなんて言われても本末転倒。皆さんも楽しむ準備をしておいてください。絶対に楽しませます。と意気込みを語りました。彼らは10月に岸優太の飛べ入りと同時にグループの結成を発表。 そして、そのスタートを切るのが、なんと東京ドームという大舞台となりました。平野紫耀は、かつてのジャニーズ事務所、現在のスマイルアップ。出身で現在は戸部の代表を務める滝沢秀明社長に対して感謝の気持ちを述べました。滝沢社長はすごい器が大きくて男気もある、方。いい意味でもわがまま言えるというか、僕たちがやりたいことをストレスなく、 やりたいことを具現化してくれる。今までが楽しくなかったわけじゃないけど、より研ぎ澄まされたものをやれてるような気がしています。と平野滝沢秀明氏もまた今回の講演に対する期待と抱負を語りました。日本を代表する会場でスタートして新たにここで活動していくスタートを切るのが目標。 この場所から世界に向けてみんなが活躍してくれることを祈って、との言葉が東京ドーム公演に込められた思いを感じさせます。そして驚きの発表も、滝沢氏は新たなプロデュース構想として女性アイドルグループのプロデュース計画に言及し、報道陣を驚かせました。これにより、飛べだけでなく彼が手掛ける新たなるプロジェクトも期待されそうです。 新たなエンターテイメントの歴史がここから始まります。東京ドームで繰り広げられる飛べのスーパーライブに心躍るファンたちがどれだけ感動するか楽しみにしていてください。東京ドームを舞台に繰り広げられる飛べのスーパーライブはファンにとって待ちに待ったエンターテイメントの祭典となりそうです。 平野紫仕様を中心に据え、神宮寺ゆ太、た、岸ゆ太らメンバーたちは笑顔と期待に満ちたコメントでファンへの感謝と期待を伝えています。滝沢秀明社長もまた日本を代表する東京ドームでのスタートに対する抱負を語り、新しいプロデュース構想によってさらなる驚きと期待を呼び起こしています。記事を通じて感じられるのは、 トベが新たなスタートラインに立ち、大きな舞台で個々の活動へと進化していく決意です。メンバーたちの結束とファンへの深い感謝の気持ちが東京ドーム公演に花を添えることでしょう。そして滝沢秀明氏の発表した女性アイドルグループのプロデュース計画も、今後のエンターテインメントシーンに新たな風を吹き込むことに期待が寄せられています。 ファンたちは4つ日間にわたる公演でトベのパフォーマンスに心躍らせ、新しいエンターテイメントの歴史がここから始まる瞬間を共有することでしょう。これからも彼らの活動に注目が集まり、東京ドーム公演後のトベの飛躍が期待されます。